死ぬこと以外かすり傷という本を読んだのでいつもながら興味,興味深かったところをメモしていきます著者は箕輪康介さんですね2018年の本でありますとまあ厳冬者で働いている方ですねで今話題のスーパーの人ってことですねえっとニュースビックスブックスを 立ち上げでで編集長ですと多動力を買う日本最高戦略人生の賞賛など、まあ、去年とかからね、まあ、すごい本ですよね、まあ、ということで興味があるので読んでみましたとでね三輪さんのすごさっていうのがねやっぱ分かりましたよえっ、ー、とね、まあ、そもそもね面白いですよね購入、えー、の時に深夜の時を読みすぐさま著者の公演に駆けつけバックパックに財布もらうでそのバックパックを持って、えーえー、とイタリアとかスペインに一人旅に出かけたってええ購入でこれってすごいですよね行、まあ、動力すげえなと思いましたねで,で大学も早稲田大学卒業者なので、まあ、普通に頭がいい方ですよね でね、こういうこと言ってましたね、えー。読者には申し訳ないが、一冊の本によって一番成長するのは編集者だと、読むより作る方が本のエッセンスが身につくのは当たり前だと言ってるから、もうね、そのまあ堀江さんとか、まあ、自分よりね、まあ、自分よりすごいって言っていいのか分かんないですけど、まあ、落合陽一さんとか、まあ、いろんな、ねえー、人と知り合うことによって、どん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 成長していってるってことですね。で、堀江門医学は、えー、っと、箕、え、輪、ー、君はここ1年で見違えるくらいブレイクしたけど、それって多動力に書いてあることを実践しただけだ 実践ししただけだけよねっていいうらしいんですねでそれがねその通りだって美濃さんも言うんですって、えー、この行動力が、えー、こ,のこの行動力ってこれですねイタリアとスペインに一人旅出かけたって人が堀江さんの多動力に携わることによってさらに行動力をアップすることによって、えー、今スーパー編集長編集者になってるってことですねでねなんかこの編集者としての考えもすごく面白くて編集者として100年後も読みつかれる本を作りたいっていう思いが一切ないんですって面白いですよねうん 僕は死んだもう同時だと思っている自分の経験やノウハウ語ったり,本に,したりした本にしたりした時点でもう腐り始めているとか、まあ、こんなことも言ってるからすごいですよね、えー、だからまあこれから新しい自分を作っていくよみたいな感じなんですけどねまあすごいなと思いましたねでねこの本に堀江さんの堀江貴文さんのことが書いてあったんですけどまあそれが面白かったですよね驚くぐらいの器で、あの 対談イベントの時に堀江さんとさんのね対談イベントかあった時に美濃さんが、えー、とド派手なシャツに短パン片手にハイボールを持って泥酔状態で舞台,に舞台に上がったんですってまあこうしたらさすがの堀江さんも驚くだろうと思って言ったら堀江さん「美濃は何飲んでんのそれ俺にもちょうだい」って言って「<laughs> いやこれどうなってんだ」って話ですよね <laughs>。 いやーほんとびっくりしましたよねなんかそうね対談の時ですよ <laughs> 人,人がいる時になんかそのドアでのシャに短パン片手にハイボール持って泥酔状態で舞台に上がっておいなんか叱ることもなく「おい何飲ん,でんじょ何飲んでんの俺にもそれちょうだい」っていやー堀江さんって本当に器がねでかいんでしょうねいやすごいなと思いました。 あと、ね、あと分析っていうのも面白かったですね。えっ、ー、とね、三さんは中学生の時に、その分析というのを自分で名付けて、クラスメイトや担任の教師の性格やコンプレックスや本性を徹底的に言語化していったらしいんですって。で、今でも時間があると、渋谷の、まあ、渋谷でまあハイボール買ったって、なんかやってるらしいんですよね、この分析ってね。やっぱすごいですよね、こんなことやってるんですよ。 相手が何を求めているのかどんな本性なのかを相手自身が気づいてないところまで想像し理解し言語化することができれば何の実績もなくても信頼を貸し取ることができるってことで何て言うんでしょうねやっぱね。さんって 努力家なんですよねノマさんを有名,有名人を集めてなんか編集してるだけという人もいるんですけど、やっぱ違いますよね。努力の一つすよ。やっぱり中学生ぐらいからさ、まあ、こんなことやらないじゃないですか、めんどくさいからね。しかもこんなことやったら人から嫌われそうだから、普通やらないと思うんですけど、やっぱこういうことをやってるというのはね、すごいなと思いました。で、感想ですね。感想なんですけど、あのー、ガーファスガーファかなガーファっていうのかよくわかんないですけ、ね、ど、Google、Amazon、Facebook、Apple みたいなね、あの本を書いてる著者が言ってたことを思い出したんですよね。えー、今の時代は超一流なら最高だけれど、凡人なら最悪だっていう時代ですね。あのーまあ やっぱすごい一流なんでしょうね、まあ、だからこそ今の時代っていうのがすごく楽しくて、まあ、いろんな仕事ができるんでしょうね、まあ、ただし、まあ、その僕たちみたいなね凡人っていうのはやっぱね難しいですよ <laughs> 難しいですよ、まあ、っ小さいチャレンジを積み重ねてい,くいかないといけないんだろうなと思いましたねまあちっちゃく行動していきましょうちっちゃく、まあ、ミノワさんほどうだろ多分行動できないんですよねだって氷の時にさ一人旅であのイタリアとかスペインに行けるかって話なんですよねいや行けないですよね普通ビビ,ビビりますからね いいやすすごいですよね、えー、とあとね、それとね、この本を読んで思ったことが、やっぱ危険性も感じましたね。まあなんか、最近はさ、まあんー、とりあえず行動しろみたいな話があるんですけど、でもそれってやっぱ怖いなと僕は思ってて、スピードと量をこなしまくったら、まあいいじゃんっていう、その、それがさ、あの、1年前、2年前かな、その DNA のベルク問題ですよね。えっ、ー、と、安い賃金でライターをめっちゃ集めて、その人たちに適当な医療情報を書かせて、それをすることによって、SEO で上位を取って、みたいなね。 なんかやっぱそのねモラルなき倫理なき行動っていうのはやっぱ危険なんじゃないかなと思いましたね。世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかっていうのを合わせて読んでおき,おき,た,いなおきたいかなと思いましたね。山口忠さんの本なんで、まあ、これめちゃめちゃ面白いんでぜひ世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか。あれちょっと題名違ったかもしれないですけど多分。 だい,いたなっていさ、その危険思想を持ってる人に行動しろって後押ししたらさ、それやばいことになるじゃないですか。ということなんで、やっぱりね、美意識っていうものを持ちつつ行動していくのがいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、そういうのね、三輪さんとか堀江さんからしたら、お何にバカなこと言ってんだよって言われちゃうかもしれないですけど、まあ僕はそう思っています。はい、終わりになります。